はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日もね、スナイパーゴーストウォリアコントラクトちょっとやっていこうと思います。もうやってるんですけど、何を今やろうかというとですね、これですね、2番目のステージ、コルチャックハーバーの北のね、この四角い囲みをちょっとやっていこうかなというところで、ここはね、レオニド・ニズレブさんがいるとこなんですよ。うん。ね、レオニド・ニズレブさんをやっつけるのが目的のこの囲みで、ここにですね、開始5分以内にニズレブを殲滅せよっていうミッションというかチャレンジがあるんですね。うん。ちょっとね、今日はそれをやろうかなというところなんですよね。うん。まあこう見ててもらえばわかるんだけど、うん、ですね、今こう走ってスタート地点から駆け足でやってきたんですけど、ここにね橋があって、ここの橋はちょっと警備が厳重なんで、僕は素通りして、このね、湿原地帯っぽいところをぐーっとこう横に回ってって、この船に潜入しようかなっていうところなんですけど、この辺か、この辺にね門があるんで、でここがちょっと地雷原になってるんで、マスクモードで地雷を避けながらね進んでいって、あんなところにスナイパーいたね。こういうちょっと、うん、ね、見つかるとまずいような敵はちょっと排除しつつ、でこう脇から回ってくると、この辺からね、もうちょっと見えちゃってる敵はやっつけさせていただきながら、今あんまり時間もかけてられないんで、この敵はね、ここにいる時といない時があるんだよね。まあこんな感じでスキャンしていくと、あー、ニズレブさん遠いね。よいしょと。運がいいとこの辺にいるんだけどね、ニズレブさんが。ちょっとニズレブさん今歩いてましたね。あの赤い服を着た方がニズレブさんで、もう見つかってますけどね、これでいいんで、あと走って逃げましょう。困りましたね。ちょっとバレちゃったんで、もう逃げましょう。
でもこれで契約自体は完了してるんでね。よいしょと、はい、逃げてきました。ちょっと最後ね、一人目撃されちゃってかっこ悪かったですけどこんな感じです。うまくいくとね、誰にもバレずにささっと契約を履行できちゃうんでね。うん、でもうこの北部の青い囲みは消えちゃうと。でね、このチャレンジの5分以内にイズレブさんを殲滅せよっていうのは、こんな感じでやっちゃうとサクッと終わらせられますよっていう感じです。とりあえずこんな感じかなもうあっという間ですけど、うんね、ちょっと警告鳴らしちゃってね、僕失敗しちゃいましたが、こんな感じになるのかなと。うん、イズレブさんやっつけるのどうしたらいいのっていう時は、あの参考にしてもらえるとまたいいのかなと思いますね。こんな感じでね、あの今日の動画もこれでおしまいです。あのまた別な動画で会いましょうね。